ラクダに乗るベドウィンベドウィンとは、アラビア語のベデイウィーから来る、砂漠の住人を指す、一般名詞で、普通アラブの遊牧民族に対して使う。ベデイウィーとは、バーディア・バージアに住む人々という意味を持つ。肌リ、つまり、町に住む人々と呼ばれる、低住民と対応しているが、肌リと共生関係を作り、相互依存をしてもいる。 ベドウィンが町を防衛したり、ハダリが所有する家畜を預かって飼育する一方、ハダリがベドウィンの所有する土地を管理し農作物を売ったりすることがある。アラビア半島を中心にラクダ、羊の放牧や売買を行い、輸送や他の仕事を営むアラブ系の遊牧民というのがベドウィンの一般的で緩やかな定義である。 彼らの姿は広くサハラ砂漠の大西洋岸から西部砂漠、シナイ半島、ネゲブ砂漠、アラビア砂漠へと伸びるほとんどの砂漠地帯で見られる。ベドウィンは時にはアラブ以外の民族、特に後海のアフリカ海岸のベア族をも含めて使われることがある。シナイ山の斜面で休むベドウィン族の男性アラビア半島においては南端の濃厚地帯に 余剰人口が生ずるに至り、農耕民の中で新種の希少ある者が工作不能な土地に家畜を連れて北上したのが、ベドウィンの始まりとされる。ベドウィンを意味するヘブライ語からアラブという語が導かれたという説もあり、ベドウィンが古くからアラブと呼ばれていたことは多くのヒブニア資料に示されている。コーランに出てくるアラブはベドウィンを指しており、 ベドウィンの言葉をコーランの言葉としても町の住人の言葉としても用いられるものとすると記されている。このことはつまりベドウィンの言葉がアラビア語として最も純粋であるという学説の根拠となっている。イスラム以前のアラブはベドウィンの社会をそのまま反映して血縁関係を第一に尊重し数限りない小部族に分かれ紛争に明け暮れていた。 そのような部族主義を排除して唯一の神アッダーによる共同体を目指すのがイスラムであり、預言者ムハンマドはベドウィンの伝統に執着する顔面さを非難もしている。イスラムが商業都市メッカで誕生したために砂漠で移動生活をしている人々に浸透しにくかったという事情を物語っているのかもしれない。逆にイスラムの禁欲主義、勇敢さ、 全体意識などの価値観は、ムハンマド以前からベドウィンによって培われていた、とも考えられる。ベドウィンという呼称には、町や文明を知らない者という軽蔑の意味合いと、伝統に従い誇り高く独立した生活を営む、民という意味合いが含まれ、ベドウィンと街に住む者との優劣が論じられてきた。14世紀の歴史家、イブンハルドゥーンは、歴史序説において、 砂漠のアラブ人の生活や性質を分析して、田舎や砂漠の生活形態は都会に先行し、文明の根源であるという命題を導いた、近代的なベドウィンのテント。ヨルダンの西アンマンにて1950年代から1960年代に始まり、遊牧範囲の縮小と人口増加から多くのベドウィンは伝統的遊牧生活を捨てて中東の都市部に住むようになった。 例えば、シリアでは、ベドウィンの生活様式は、1958年から1961年にかけての厳しい干ばつの間に、劇的に変わった。この干ばつでは、多くのベドウィンが、通常の仕事のため集合を断念せねばならなかった。同様に、エジプト政府の政策、リビアとペルシア湾の石油生産、市海周辺の国境による分断と、正常不安。 そして生活水準改善への願望から大部分のベドウィンは今や遊牧民というよりも様々な国家に定住した市民であると言える。政府の定住政策は普通、学校や保険法などのサービス実施の都合から来る。こういった施策は反遊牧の田園市人が相手より定住した人々を相手に実施する方がはるかに容易であるからである。例は、 社紀の参考文献に住む個々の家族単位の典型的なものは3から4人の成人とあらゆる数の子供からなり繁遊牧の生活に専念し水と植物資源を追って1年を通して移住した王族は伝統的にラクダの遊牧を他は羊やヤギの遊牧を行った水と植物が豊かであればいくつかのテントが舞台を組んで旅をしたこれらのグループは時には 家長の結族関係や婚姻関係で結ばれに導かれる部族全体である。部族はしばしば一人の人物を共通の祖先とする結族であると主張する上記のように、これは家長制度的には見えるが実際のところ新しいグループは祖先を一致させるために家系図を作り直すのである。部族の水準とは ベドウィンとその外側の管理と組織の調停する水準である。これらの項に対する詳細は、シャキとランカスター、1997年の参考文献を参照。火を起こすベドウィンの若者ヨルダンのワディラムにて、ベドウィンには多くの部族が存在するが、その総人口はしばしば形状が難しいとされる。多くのベドウィンが遊牧あるいは反遊牧生活を送ることをやめて、 蒸気参照、一般住民に加わったためである。いくつかの部族とその歴史的人口は以下の通りである。フェスをかぶったベドウィンの若者、ありがとうございます。